はい、ありがとうございます。4日目、Day 4ですね。今日は目的地のスコーピオンベイを目指して、出発といった感じですね。毎回ね、このサーフボードを楽に積む作業っていうのは大変です。行きましょう。どうしたんですか？時期なんです。おととい、昨日夜キャンプしたんですけど、キャンプした時にいきなり現れたあのおっさん、コブラ県の県でもいろいろ助けてもらったあのおっさん。はい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 。から、いただいたっていうか、まあ、半ば強制的に売りつけられたアワビがあるんですけど、ね、そのアワビの、俺見た覚えねえなと思って。状況確認。あ、大事っすね。水出すのどこにあったっけ？あ、思ったより。あ、大丈夫そうかも。マジっすか？あ、大丈夫そうかもしれない。いける。しかも結構冷えてる。今はね。今はね。まだ氷もちょっと残ってるっぽいんで、大丈夫っぽいっすけど、クーラーボックスの中がひっちゃかめっちゃか問題。卵割れてる問題。今日のディナーは、アービーいけそうっすか？いけたらいいっすね。でも朝食に行っちゃいますか、もう。今日の。朝食行きます？朝食の場合だと多分一人一個かぶりつきみたいななるんすけど大丈夫ですかね。処理全くされてないからね交互期待で。そうですね、はい、今日のディナー楽しみにしてます。お願いします。おはようございます。はじめです。さあ、というわけでね、恒例の朝の行事なんですけど、ドーナツ買ってきました。ドーナツ評論家にドーナツを今日もね、食べてもらおうかなと思って。美味しいドーナツ買ってきましたけど。好みなんですね。好み。美味しい美味しくない。いいんです。評論しなくて。好みだから。好みだけどね。一応ちょっと一口だけ食べてもらって。朝食なんで。まずね、今回買ってきたのですね。こちらですね。ちょっと今回スタンダードじゃなくて。癖強めのやつ買ってきました。なんか毒キノコみたいな感じしますけど。はい、ちょっと食べてみます。甘いココナッツっぽい感じ。ストロベリー系かもしれない。はい、いただきます、はい。パッサパッサやこう。はい、どうですか。ドーナツじゃない。ドーナツじゃない。もうパサパサですよ。ドーナツじゃない、パンです。ただのパンなんでドーナツじゃないんで。甘くないの？ほのかになんで別にこう嫌いな甘さとか変な感じじゃないんですけど、ただドーナツじゃないし。カテゴリー間違えた感じですね。間違えたんで以上です。こちらはあれです、ね。もう一個あるんですよ。多分それドーナツじゃないと思うんですよ。
これ下はパンだった。粉を振りかけたかどうかの違いだけで、いや、また違うのパンなんですパンでした、パンです。ただちょっとじゃあ一緒ですよ、これココナッツのなんかあれがかかってないだけで、これもなんか毒キノコみたいなどうですか、パンですドーナツじゃないです違った、こっちのどら焼きみたいな感じじゃないですか、なんか中にクリーム、あんこみたいな、あんこみたいな、もうちょっと中もうちょっと、食べて、あー一緒、ほぼ一緒だと思います、まあね、ただココナッツなんかちょっと素材がついてない感じですか、はい、だからドーナツじゃないですすいません間違えました、また明日ですね明日はもういいです終わりにしましょう、すいません、ちょっとまだ3分なんで、あと初めさん食べてみてください、これドーナツかドーナツじゃないかっていう、まあ そもそもの話もあるんですけど、一旦食べていただいて、いやドーナツだと思うよ、 ドーナツありましたもんね、あの近くに、じゃあなんでドーナツ買わなかったドーナツじゃない方を選ぶっておかしくないですかパンだね、パンですね、決してまずくないです、まずくない、ちょっとはずかしい、うん、メロンパンみたいな中に謎のクリームが甘いというコーヒーで、あー、デイさんコーヒー好きじゃないですか、メキシコのガソリンスタンドのコーヒー入れたてです、さっき入れてもらったんで、入れたてってあのドリップ、ドリップ、そうなんですか、切れてたんでしょ、うん、あ、自分が最後使っちゃいましたでもう一回入れてって言ったらめちゃくちゃ嫌な顔されました娘さんに、多分そうなんです、多分娘さんに、でもなんかアメリカのガソリンスタンドのコーヒーより水っぽくないっていうか、めっちゃ水っぽいよ、あ、マジですか、ちょっとこっち飲んでみてくださいおお濃い、え、これちょっとわかんない、コーヒー好きなんですか、 J さんは、うん、うん、美味しいんじゃないですかね、俺が入れたでもらってさ、うん、最新の最新というかこっちの方がでもフレッシュですよ、これだ、見るからにもうアマゾン川と同じ色してますよ大丈夫ですか、ちょっとミルク、ちょっとミルク、ちょっと砂糖入れた、アマゾン川と一緒の色してるんで、ちょっと飲んでみてください、薄いの確定なんですけどね泥水すすられてるような感覚に襲われるんですけど、あったかい泥水、ちょっと待って、もう嫌だったんだろうね、このアジア人たちが来てコーヒー入れろっつって、うん、まあ朝っぱらからっていうね、ちょっとまだエンジンかかってない時にいじめられたわ、はい、あの正直本当コーヒー要素がもうどこにも存在しないというかコーヒーフィルターを通過し終わった後にもう一度注いで、そういうことなのか、なんか絞りかすで作ったなんかあったかいジュース、ま、豆入れてない説あるね、はい、あーもうやられたわ、本当そう思います、これ多分コーヒー抽出してないですよ、コーヒーの後のかすあれでやってます、間違いないです、僕一回それ経験あるんでわかるんですけど、ね、それと同じで、ね、これね、まあ、つまりもうコーヒーではないありがとうございました、いい朝迎えられました美味しいパン、そうですね、2つも食べ比べできて、はい、また明日ちょっと頑張って探します、ね、美味しいドーナツ、まあ、いいです、とりあえず穴開いてるやつお願いしますわかりました、まあ、穴開いてないのこれただのメロンパンみたいなやつですから美味しかったけどね、美味しかったです、美味しかったです、美味しかったですけどね、はい、はい、ありがとうございました、それじゃあまた次回、次回明日ですね、これは美味しくいただきます、時間かかりそうだね、かかりますね、あ、でも犬もいるわ、そこに、うん、あれは麻薬犬、シートになんか書いてるもん、いちいち逃げれないんだな、犬が。
されてますね。こういうところに入ってるとか、まあ奥から2個目とかそういうことなんだろうけど、でもやっぱり直感頼ってるけど、やっぱドライバーの風貌じゃないかな、やっぱり。やっぱりこの真偽応答が一番大事じゃん。その時のさ、挙動ったんだね。挙動っちゃったね、やっぱり。俺がここにいても、俺がやってたら、ここで、こうやって、あ、ほらーって来て、この、ここで決めるよね。その、中がどうじゃなくて、やっぱり。そっか。うん。やっぱりね。次回までにトレーニングしてます。もうみんなパスしてってるもんな。みんな行っちゃってるもん。こんなにここまで。みんな。ここまでほらさ。ほら見てみ。見てみ。ああ。ほら。Pertenece a ustedes también. Todo bien. Pueden continuar. Ah, okay. 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 Okay.コキッと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 Dozens of pelicans line up on the calm, gentle offshore wind. Warm sunlight from above. All the elements of faith melt into the great ocean. Thank you for watching.Make sure to hit that subscribe button. Follow Pajime on Twitter and Instagram. And we hope to see you back again soon. こんなのメインにできないですよ。